こんにちは。こんにちは。今日はですね、葛西大学テニス部のキャプテンである、女子のキャプテンである、中塚選手、に来ていただきました。ね、11月5日、4日まで、関西学生テニス選手権ありまして、まあ、関西大学の女子としては、まあ、一番いい成績というのが、まあ、第2シードでダブルスで出た、まあ、大野鈴木組が、まあ、準優勝というところで、まあ、今日来ていただいている中塚さんと、中村選手の組は第1シードで出ましたけども、惜しくも準々決勝で、敗れたというような、成績で、まあ、大雑把に言うと、まあ、そういう感じなんですけども、どうでした？こう久しぶりにこう学生の、大会がようやく行われたと、10月に。どうでした、この大会、こう実際こう久しぶりに試合をやってみて。そうですね、まあ、今までとこう試合のこう方式というか、うん、まあ、コロナのあれで、まあ、いろんなことが変わって、まあ、やりにくい部分もあったんですけど、でもこのコロナ期間、関西大学、まあ、テニス部は、まあ、多大よりトレーニングであったり練習量っていうところは負けてないっていう自信はあったんですけど、でもそれがまあうまく結果にはちょっとつながらなかったかなっていうのが、まあ正直な試合終わってみての感想で、まあ、私が掲げてた目標、女子で掲げてた目標は、関大同士でまあ単独決勝するっていうのとタイトルを両方取るっていうことだったんで、まあ、満足のいく結果ではなかったです。なるほど、はい。でまあダブルス、まあ、単服同方で決勝で関大同士でみたいなところで言うと、こう例えばダブルスだと第1シード第2シードが関大 で、はい、で大野さん鈴木さんの組がまあ上がってきて、はい、当然中塚さん中村さんのペアも上がっていくぞということで、はい、こう準々決勝まで上がってきたんですけども、ちょっとここで、伊藤久田選手組に、はい、3-6、0-6で60ということで、ちょっと逆転負けを喫しましたけども、どうだったんですか、この準々決勝、すごいこう試合だなと思ったんですけど、ちょっと振り返っていただきたいんですけど、はい、どんな試合でした？まあ、1セット目は取ってるんですけど、まあ、自分たちの調子っていうか、まあ、いいプレーっていうのはあんまりなかったんですけど、まあ、相手へのミスっていうのが多くて、まあ、ポイント重ねれて、そのスコアにはなったんですけど、まあ、セカンドは相手が結構、もう思いっきりやってきて、まあ、いいショットっていうのが結構連発されるようになって、そこで自分たちがちょっと引いてしまって、そこで引かなければ絶対に負ける相手ではなかったと思うんですけど、うん、でまあ、そういうスコアで取られてしまって、もうそこで相手の勢いっていうのがまあすごくて、ファイナルも自分たちがこう何もできずというか、相手のやられるがままに進んでしまった結果かなっていうふうに、うん、はい、思います。なるほど。やっぱでもまさかというか、やっぱ決勝までは行くぞっていう、もちろん気持ちで、はい、で第一シードだしというところもあったと思うんですけども、やっぱこう試合を終えて、こういうちょっとすごい長い試合というかで敗れてしまったということで、やっぱりかなりショックというか、どうだったんですか、試合後というのは。そうですね、去年の王座の決勝の筑波戦で、うん、まあ、負けてから2人で1年間本当にダブルス、まあ、シングルスに向けてもやってはきたんですけど、まあ、特にダブルスっていうところで、まあ、本当1年間もう1年組もうっていう風に2人で話をして、絶対にインカレでタイトルを取るっていうことを常に、まあ、掲げて2人で練習っていうのもすごいたくさんしてきたので、もうなんかそこで負ける、まあ、そこで優勝するっていうことがまずは通過点っていう風に、まあ、2人で話はしてたので、まあ、落ち込むっていうよりかは、でも次にそのインカレにはつながったんで、もうそこで絶対にこうその悔しさをぶつけようっていうふうに、まあ、すぐ切り替えは、まあ、その日はちょっと悔しいっていう気持ちが大きかったんですけど、もうその次の日からはその切り替えの方にまあ向いてました、うん、なるほど。で、まあ、ある意味でこう戦いの手応えというか、こうなんか得たものっていうのがちょっとあるような話をされましたけども、具体的にどういうところがこう、今度、まあ、インカレもありますけども、この関西学生テニス選手権で得れたものというか、はい、なんかありますか？そうですね、まあ、インカレでこうタイトル取るっていうことは、まあ、そんな簡単なことじゃなくて、でもこの関西のところでこう小さくなってプレーしてるようでは、まあ、絶対にこうインカレのタイトルかかった試合っていうところでもそういうプレーが多分出てしまうなっていうことで、まあ、そこを自分たちあと10日間で何ができるかって考えたときに、まあ、気持ちがこうぶれてるときこそ、まあ、どっちかがこう助けるっていうのを、まあ、今までは結構私の方がその
中村をこう持ち上げるっていうことが多かったんですけど、一つ、まあ、後輩ですよね。そうですね、うん、まあ、その上下っていうのも関係っていうのもあってそういう場面が多かったんですけど、今回は私がちょっと調子が良くなくてなかったところで中村がそれに気づいてくれたっていうのが一つあって、今回私がこう持ち上げないといけなかったっていうのを、まあ負けてしまったんですけど、その一言が私はちょっと嬉しかったというか、それにこう気づいてくれて、まあ大交代した時にもそれはすごいいいことかなっていうのを感じました。なるほど。じゃあ、まあ本当そういった意味じゃ本当に、まあ、まあ後輩が育ってきたというか、はい、こうね、いい方向に行ってきてくれてるなというのを感じたというところが大きかったんですね、はい、なるほど。で、まあ、今シーズンは、まあ、ちょっとお話もありましたけども、コロナウイルスの影響でっていう、まあ、春先からこう思うようにこう練習、いつも通りの練習というのがこうできずにいました。で、一番、まあテニスやってる人にとって一番大きな人の大会である、まあ、王座、昨年は、ね、関西大会初めて準優勝しましたけどもがちょっと中止になりました。まあ、そういったいろんな、ね、普段とは違う試合もなかなかないという中で、こうチームのキャプテンとしてこのコロナ期間というとどういうふうにこうチームをこう気持ちを作っていくというか、試合に向けてみんなでやっぱ戦わなくちゃいけないんで、どういうふうにこうやってきましたキャプテンとして。はい、まあ、最初はこういろいろ考えて何がいいのかなっていうのをいろいろ考えてたんですけど、まあ、まずはこう一人一人と喋ることをしようと私は思って、うん、まあ、グループではつないでやって出たんですけど、まあ、途中からは一人一人とちょっと喋る時間を増やそうと思って、なんか全然たわいもない話なんですけど、そういうのを部員全員とマネージャー含め、まあ、それは一つやったことと、あともう一つはこうモチベーションっていうのを週1回曜日を決めて私にこう報告してもらって、まあ、今この選手はこういう状況で、まあ、これぐらい練習できてるっていうのを把握することが私の役目かなと思ってたんで、うん、そういうのを聞きながら、まあ、その選手に対してこうアプローチというかの仕方を変えてちょっと接するようにしてました。うん、なるほど。で、やっぱこう、まあ、そういういろいろこう粘り強くこういうそういう取り組みをされて、やっぱこう選手こうの周りの他の選手の気持ちのこうやっぱこう上がってきたというか、こう練習もまあ、いつも通りとはいかないもののこうできるようになってきたみたいな感覚ってありました？ありました。途中のその中盤ぐらいからは、うん、こうみんなが上がるとき面白いもので、なんかチームがこう一人一人上がるっていうよりかは全体でなんか離れてるんですけど、うん、上がるときってこう一気にみんなとはいかないですけど8割ぐらいがこうモチベーション10って考えたときに8とか9になってるっていう印象がすごいあって、うん、まあ、それってこう、まあ、そういうオンラインでつないだりしてることが、まあ、それにつながってるのかなっていうのはすごい感じていて、まあ、良かった取り組みの一つかなっていうふうに思います。はい、でこう、まあ、練習してもひょっとしたらこう試合も全部ないかもしれないっていう状況もあったと思うんですけども、本当そこで気持ちを切らさずにやるって本当に難しかったかなと思うんですけど、どうですか、こうそこでもこうやれたみたいな試合があるかどうかわからないけどもやれたっていう何か支えになったものっていうか。そうですね、まあ、王座っていうのがまあまあやっぱりさっきも言われたように一つの、うん、こう去年準優勝っていうのをして大きな目標の一つであって、うん、でまあ、けど周りからすごい応援、その期間も応援してもらえる、まあ、言葉をかけてもらうことが多くて、まあ、OB さん OG さんっていうのが特に多かったんですけど、まあ、なくても本当必死にやってほしいっていう言葉をすごいたくさんの方からいただいてて、うん、まあ、折れそうな時も正直みんなあったと思うんですけど、うん、まあ、それを私がこう伝えないといけないなと私は思ってて、それをまあ部員に伝えることによって、まあ、その時にみんな頑張れてたかなっていうふうに思います。なるほど。やっぱこう周りのこう支えというか励ましというか、はい、そういうのもあってのこう今というか、はい、うん、なるほどなるほど、わかりました。で、まあ、今回関西テニス選手権はこう、まあ、インカレの出場権もかけてというような戦いでしたけども、はい、関西大学の、女子はですね、シングルスでは、大野選手、中塚選手、それから坂本選手で中村選手、この4名が、シングルスです、はい、でダブルスは、大野選手、鈴木選手組と、中塚選手、中村選手組ということで、まあ、出ますけども、どうですか、もう本当にあと1週間、はい、もう間近ですけども、
今どんな気持ちですか？そうですね、もうあとはやるだけというか、うん、何も別に失うものは私たちはタイトルも持ってないんで、そこ、まあ、去年3位っていう結果はあったんですけど、でもそれ以上に行ったことがないということで、まあ、失うものは何もないんで、まあ、ダブルスに関してはもう2人で、まあ、自分たちのやるべきことっていうのをしっかりできればその道に進めると思うんで、うん、もう思いっきりやるだけかなっていうふうに思っています、うん、はい、確かこう去年は3位、ダブルスで3位、そうですね、ペアは違う、先輩だったんですけど、うん、ですよね、はい、やっぱそれは超えていきたいみたいな、決勝の舞台というのが一つこうダブルスで、ね、関西大学勢は確か全部準決勝で、はい、去年も2ペア、ね、そうやね、はい、なんかそこの一つの壁を超えたいみたいなところあると思うんですけど、はい、どうですかこの決勝に向けての壁みたいなところってどういうふうに感じていますか？そうですね、インカレインドアでも中村とのペアで負けてしまって、うん、でその試合は特に 0-6-0-6 っていうスコアをつけてしまって、あ、まあ、準決勝負けてしまって、うん、まあ、そこから、まあ、王座からなんですけど、まあ、本当にこう関東に勝つためにはっていうのを2人でまあ話はしてきたんで、うん、なんか自分たちのプレーが出せずに負けてしまうっていうことが、まあ、今までにこう何回かあるんで、そこを、まあ、自分たちとの戦いというか相手と戦うっていうよりかは自分たちと戦ってそれに勝てればそこの壁を破れるのかなっていうふうに思います。なるほど、はい、自分たちとの戦いみたいな、はい、やっぱそこにはやっぱこうメンタル面の強さみたいなところが非常に求められるのかなと思うんですけど、はい、逆にこのこういうコロナ禍を経験してこうメンタル的にこう気持ち的にこう強くなれたみたいなところでこうチーム全体を通してなんか感じたりします？どうですかこのあたり？そうですね、まあ、さっきも言われたように試合がなくてずっとこうトレーニングであったり練習っていうのは本当に選手にとっては、まあ、しんどいというか試す場がないっていうところでこう成果がなかなか実感できないっていうことは、うん、まあ、私も含め全員そうだったと思うんですけど、まあ、そこをまあ誰もこうくじけることなくというか、まあそこで折れることなくできたからこそ、まあ今こうやってうまく結果は出なかったんですけど、まあ全員得たものは大きいかなっていうふうに思ってるんで、そこはそうですね、一つなんかコロナ期間で得れたものかなっていうふうに、はい、思います。なるほど、わかりました。でも本当にね、17日からありますし、はい、中塚選手にとっては、まあ、最後の多分大会になるのかなと思います、はい、だから最後にこう怒りに向けての意気込みというか、はい、聞かせてください。はい、昨年は優勝できなかったんで今年は必ず中村とのペアでダブルスタイトル取ります。言い切りましたね。なるほど、わかりました。ぜひ本当に関西大学としても、ね、本当に、いい成果を上げていただけるように、皆さん応援していると思いますのでぜひ頑張ってください。はい、では今日は、中塚選手に来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。